ルイシャルル・アントワーヌ・ドゼード・ドベグーは、フランス革命戦争、ナポレオン戦争期に活躍したフランス軍人である。ナポレオン・ボナパルトの友人となって1798年のエジプト・シリア戦役に参加。その公正な人柄で、エジプトの人々から、正義のスルタンと呼ばれた。マレンゴの戦いでは劣勢だったフランス軍にドゼーの、部隊が援軍で駆けつけ勝利を収めるが、自身は戦死した。 ドゼーは没落した貴族の出身で、エフィアット元帥の創設した学校で軍事教育を受け、フランス国王の軍隊に入隊した。入隊後の6年間をドゼーは任務と軍事の研究に捧げたが、フランス革命が起こると自由を求める側に身を投じた。ドゼーは亡命を拒否して、ジャコバン島で恐怖政治の時代に処刑されるシャルル・リビクトールド、ブロイの軍に加わった。 土勢も危うく命を失うところだったが、かろうじてギロチンを免れ、その後の顕著な働きによって、共和国政府の支持を勝ち取った。新しい秩序を受け入れた他の多くの旧支配階級メンバーと同様、土勢も生まれ育ちから身についた指導力によって大きな成功を収めた。土税は1794年には将軍の階級に上っていた。 第46不評連帯隊会の制服を着用した土税土税は1795年の戦役ではジュール団軍の右翼を担当し翌年のモローによるバイエルン侵攻でも同様に重要な役割を果たしたアンベルクとビュルツブルグでカール大公に敗れた後の退却戦ではモローの後衛を務めその後の軽量再戦では最大の功績を挙げたそれにより 彼の名前は、ボナパルト、ジュールダン、オッシュ、マルソー、クレベールらと並んで、国のようとして称えられるようになった。土税の当初の成功は、翌1797年、ナポレオンが締結したレオーベン条約によって、遮られた形となった。土税は、ボナパルト将軍に会うために自ら格索して、イタリア方面に転属した。かくしてナポレオンは、 何の対価も支払うことなく、ライバルであるドイツ方面軍から才能のある若き将軍を得ることとなった。土税は一旦イギリス方面軍の司令官に仮任命されたが、すぐにナポレオンによってエジプト遠征軍に移動させられた。ピラミッドの戦いにおいてマムルーク軍の正面に立ちふさがったのは土税の手段であり、その後の上エジプトにおける ムラードベへの勝利によって、その評価は、さらに上がった。土勢は、その公平な統治によって、現地の農民たちから、正義のスルタンという光栄ある呼び名を得た。ナポレオンのフランス機関によって、エジプトでの指揮権がクレベールに渡されたとき、土勢は、ボナパルトの同志として選ばれた、少数のメンバーの一人だった。しかし、彼が、新しい第一失政と合流できたのは、 数ヶ月後のことになった。土勢がようやくイタリアに到着した時、1800年のイタリア戦役はすでにクライマックスを迎えつつあった。彼は直ちに2個不評師団からなる部隊の指揮を任された。3日後の6月14日、文献され、ブーデ師団と共に本体から離れつつあった土勢は、リバルタでマレンゴの戦いの方程を右方に聞き、進軍を停止した。 そして呼び戻しに来たナポレオンの参謀将校と会見するや、いなや土勢は直ちに音のする方角へ引き返した。彼がブーデ師団と共に戦場に到着した時には、至るところでオーストリア軍が勝利を収めつつあった。土勢はもう一度戦って勝つ時間はある。と叫び、三個連隊を率いて敵の中央に対してまっすぐに進んだ。そして勝利の瞬間。 土税の胸を一発の銃弾が貫いた。ルイシャルル・アントワーヌ土税は彼の友人であり、同志でもあったエジプト方面軍総司令官、ジャンバティスト・クレベールと同じ日に死んだ。クレベールは土税の戦死したその日、カイロで暗殺されたのである。ナポレオンは土税のために、パリのドーフィーヌ広場とビクトワール広場のそれぞれに記念碑を建てることでその功績に報いたが、 ビクトワール広場のものは後に破壊された。また彼の名は、フランス革命期の他の功績顕著な軍人たちと共に、外旋門の表面に刻まれている。ありがとうございます。